ウィンフリーの魅力的な雑学すら1テレビ界の革命児すらオプラ・ウィンフリーはトークショーの形式を変革し、よりオープンで心に響く対話を促す番組を制作したすら、彼女の番組はタブーとされていた話題にも光を当て、多くの視聴者の心に触れたすら2慈善活動すらオプラは教育、女性の権利、貧困撲滅など多くの原因のために莫大な金額を寄付してきたすら、特に彼女の慈善団体オプラ・ウィンフリー財団は世界中の子どもたちに教育機会を提供しているすら3作家としての成功すらオプラ・ウィンフリーは自身の本も出版しており、その中には何があなたを目覚めさせるのかなど自己啓発に関する作品があるすら、また彼女のブッククラブは選ばれた本の売り上げを飛躍的に伸ばす力を持っているすら4メディア帝国の構築すら、彼女は自身のメディア企業HARPO プロダクションズを設立し、さまざまな番組や映画の制作に関わっているすら、オプラ・ウィンフリー、ネットワーク OWN は、彼女のビジョンと影響力をさらに拡大しているすら、質問タイムすら、オプラ・ウィンフリーのどの側面や業績が最も君たちをインスパイアするすらか、彼女のショーや活動から何か特に印象に残っているエピソードはあるすらか、コメントで教えてほしいすら。